トゥデイズアイです。まず先週末の映画ランキングです。先週より興行収入は 40% 以上落ちたものの、変わらずの強さを見せたザ・ダークナイトライジズが、新作2本、大作のリメイクと、子供たちに人気のダイアリー・オフ・ア・ウィンピー・キッドシリーズの最新作を抑えてトップをキープ。初登場2位に入ったトータル・リコールは、アーノルド・シュワルツネッガーが主演した22年前のヒット作品をコリン・ファレル主演でリメイク。舞台は近未来、工場労働者のダグラスは記憶を売買するリコール社で新しい記憶を植え付けられてから警官隊に追われることに。自分の記憶を疑うようになったダグラスが本物の自分を探していくサイファイアクションです。続いてはアメリカのトレンド情報をニューヨークからお伝えするトレンドリリシュースです。今日はメールをお送りします。8月に入ってまだ暑いながらも、夏は後半に入りました。ネイルは季節を意識することも多いことから、今日は夏流行りのカラーに秋もちょっと意識したデザインをリポーターのメロディーがご紹介します。おはようございます、メロディーです。夏もそろそろ後半でちょっと寂しいですね。さて今日のトレンディーリシャスは、今の時期にぴったりなネイルです。あのビヨンセやいろんなセレブが訪れるという桜ネイルに行ってきます。日本とアメリカのネイルをよく知る桜で、今年人気のデザインを聞いてみました。アメリカでネイルの流行りっていうのはありますか？はい、アメリカですとそんなに流行りを追うとかいうことはそんなにないんですか？肌のトーンも人それぞれのアメリカでは、自分に合った色やデザインを選ぶそうで、特にこれといった流行りはないそうなんですが、それでも今年は春から夏にかけて洋服の流行カラーに合わせ、シャーベットカラーやネオンカラー、また柄としてはトライブやハートが人気。そして今年はですね、結構緑が多く緑、はい、はい、ここにも並べてあるんですが、すごい、いろんな緑がありますね。そうなんです。こういうネオンカラーのグリーンのタイプ、この後もう少し季節が変わってくるとこういうモスグリーンということで、今日は今年ポピュラーなグリーンカラーを取り入れた、まだ秋にはちょっと早いこの時期に合うネイルをご紹介します。トレンディーリシャス。特に今年出るのが、はい、シャーベットカラーと言われているもので、はい、少しパステルだったりちょっと白っぽい感じの、緑がすごい爽やかで柔らかい感じの色で、実は最近このミントカラーは洋服でも人気。今日はこのパステルカラーをベースにネイルをデザインしてもらいました。2回塗るとすごい色が出てきますね。出ますね。どんな年代の肌もすごい合いそうですよね。うん、すごい綺麗な色ですね。かわいい。白に近いグリーン。そしてワンポイントとして取り入れたのが、今からこれを爪につけてもらいます。最近ニューヨークに上陸したばかりの日本で人気のシャネイルというこのネイル用シール、今海外のファッションブロガーの間でも話題なんだとか。いろんなところで売っているスティッカーよりもだいぶ薄いですよね。そうですね、薄くてジェルでかぶせてもすごく、表面が滑らかで、はい、あと一番違うのがデザインがすごくリアルで。そうですよね、すごい本物っぽいですよね。そうなんです。トップコートを丁寧に塗り重ね、およそ1時間かかっていよいよ完成。完成しました。今注目のミントカラーの逆フレンチです。アクセントとして両手1本ずつカラーを変え、花模様のシャネイルをつけました。私緑のネイルって初めてだったんですけれども、すごく肌の色とも合いますし、とってもミルキーで可愛い色です。でこのピンクも落ち着いた色なので、今夏でも楽しめますけど、このまま秋にもしていられそうなネイルです。 I absolutely love the combination between the green and the pink and all the detailing. Definitely try adding some length to your nails. 今日の must have は、まだまだ夏気分を味わいたいという人に、夏といえばやっぱりマリン、ワンポイントの怒りマークに注目。今年流行りのボーダーがベースとなったマリン、このデザインに取り入れたいワンポイントがこちらも今年人気の怒りマーク。色を抑えたスワロフスキーでかたどってみました。
おしゃれなボーダーとこのキラキラの怒りマークで気分が上がります。残り少ない夏をこのネイルで満喫したいと思います。 I'm going to enjoy the rest of my summer with these fashionable nails。 ネイルをすると気分も華やかになりますよね。いつもは色で悩むんですけれども、次はグリーン系にしてみましょうか。